相当な人物です。工作に潜入、回収、特殊部隊です。アイデンベルシオ、インフェルノ隊。コマンダーベルシオ、大物だな。いいか、率直に話そう。取引がしたい。アクセスコードを持っているな。渡せば自由だ。教えてくれ。少し力を貸すだけでいい。君にとって正しい取引だ。時間の問題でしかない。あのドロイドへのハッキングも順調に進んでいる。今なら間に合う。コードを渡せ。助けは来ないぞ。帝国に未来はない。どうかな、帝国を甘く見るな。VZ。さて、ID-10、タクティカルドロイドか。お前は ID-9 よりも新型だな。ハッキングには手こずりそうだ。もう少し優しい扱いはできないものでしょうか。残念だな、アクセスコードがないから無理だ。アクセスコードを探してはいかがでしょうか。キャプテンが官房区画で探してる。それまではこのドロイドのデータにアクセスするには、中を開けてメモリコアから抜いてくるしかないんだ。分析によれば、この ID-10 は電気…起動したようです。ドロイド、作戦は分かってるな。コンピューターから船の設計図を手に入れ、私の元に来い。回路図を入手したら、換気口を使って私に合流しろ。なんだ。
乱暴にいるのが誰かは知ってるだろ。おい、なんだ、また配管の故障か。面倒なんてあそこは何もないだろ。そうだな、どうしてそこにデススターを建設しているんだ。聖なる月って聞いたことあるか。いや、それが理由だ。鬼の戦闘に誰も知らない場所だから大体ものを隠すのに最適だ。なら、これで歴史に名を残すな。もうすぐエンドは帝国主演の地として銀河中に知られることになる。帝国の通信を報告しなければ。了解。おい、解読はうまくいってるか。司令部はエンドワに着く前に報告を待ってる。予想以上に時間がかかってる。複雑に暗号化されてるんだ。急ぐようにするが確約はできない。そうか、わかった。アクア系統から連絡だ。メンバーは直ちにブリーフィングルームに集合せよ。官房の外に反乱軍がたくさんいる。他のルートを探せ。帝国の通信を傍受した次は特殊部隊の兵士が捕らえる。新しいデススターを突き止めたことだ。ああ、総動員だ。ゴールド中隊にメイン中隊、コロナ中隊にブレード中隊。わざと捕まったのに気づくか。思ってもないはず。そ
そもそも我々自身がルールに反しています。本来ならその船ごと爆破すべきだ。無駄に疑念を抱かせる。ここは賢く立ち回る。こちらは悪だ。了解、コマンダー。インビジブルフェイスに次ぐ。すでに諸君もガラン政権に同盟艦を集める信号には気づいているはずだ。これは帝国軍の目をサラストからそらすための罠だ。我々は反乱軍はサラストの情報が漏れていることを知りません。エンドアで連中を驚かせてやれる。その通りだ。そのためにも反乱軍に解読される前にあの通信を消去しなければならない。パック、我々はサラストに向かって戦艦隊と合流する。艦長から座標を受け取った。ハイパードライブを起動するぞ。このドロイド、帝国の通信をもう一度チェックできるか。あまり…ドサー！エージェントハスク、通信センターに着いた。通信の消去で警報が鳴る。回収の準備を。了解。帝国の暗号はとても複雑なんだ。暗号メッセージを発見。こちらレイス艦長、命令を受けた。帝国艦隊はこれよりエンドアの裏側へと向かう。そこで反乱軍の攻撃開始を待ち、そして削除完了。反乱軍に悟られずに済む。帝国、捕らえた帝国兵が脱走した。危険な相手だ。探し出せ。エージェントハスク、いいか。準備を開始します。ブラスターを手に入れ、脱出地点に向かう。向かってる。オルウスも直ちに。動きを止めろ。
敵を止めろ。注目。よろしい。任務は成功です。私も無事だ。お前の昇進は見送りだな。ああ、残念です。またの機会に。エージェントミーコ、あのジャンプは見事なものだった。よかったです。着陸はどうでした？まだマシだ、ジャベスに比べればな。悪夢でした。提督に連絡を。はい、コマンダー。メッセージは？艦隊の位置は漏れていない。今日で反乱軍は滅びる。隊をすぐに。コマンダー・ベルシオ、反乱軍の回収チームが到着しました。ですが実行犯はすでに去っています。 S スターのシールドジェネレーターはどうなっている？ひどくやられました。復帰させる方法はなさそうです。デススターは無防備なままか。反乱軍を片付けコロウスに戻れ。皇帝陛下の計画に失敗は許されない。了解です。アスク、行くぞ。ミーコはここから援護を頼む。前方にターゲットだ。ついてこい。了解、コマンダー。状況はどうなってる？時間がかかりそうだとソロ将軍に報告だ。気をつけてください。前方に敵が一人います。二部隊います。バンカーに一部隊と撃破したウォーカー付近をパトロール中。了解した。あとは任せろ。
まだいるはずだ。先に進んでるはずです。なら追うぞ。まもなく第4プラットフォーム。シャトルはあるか？いえ、タイファイターなら。ついてる。ここは慎重に。敵の数が分かりません。いや、倒して進むしかない。クズどもを残らず消し去ってやる。いいか、しっかりしろ。嘆くのは後だ。すぐにここを離れる。はい、コマンダー。第4プラットフォームを抑え、タイファイターを手に入れるしかない。それを使ってコルースに戻る。ミーコ、偵察を頼む。お任せを。ああ、エージェントハスク、エビセレイターに通信を。提督と話す。わかりました。今すぐつなぎます。提督、インフェルノ隊はエンドアから脱出します。現在の状況は？スローン中将が撤退命令を出した。我々はこの政権より離脱する。お前も自分の船に戻って生き延びるのだ。後で合流座標を連絡する。了解。コルスに着き次第連絡を。こんなことが起きるはずがない。まだは完璧だったはずだ。誰かがミスをしたな。最高司令部が重要なことをまた見落とした。ですが、それだけとは。反乱軍は数でも装備でも劣っていますか？簡単なことだ。皇帝陛下は敵の力を見誤り、その代償を払ったのだ。コマンダー、それを話して大丈夫ですか？いいんだ。口が過ぎますよ。我々だけとはいえ反逆罪。陛下よ、反乱軍のパトロールが近い。ありがとう、エージェントミフを。何とかする。パトロールを確認した。狙い撃ちしてやりましょう。まだ手は出すな。撃て！止めてやる。パトロールを片付けた。それは当然の報いだ。コマンダー、反乱軍の奇襲だ。シャトルが一気やられ、仲間が追い込まれてる。そのまま偵察を。こちらで対応する。行け。供与しちゃう。
方のトルーパーを助けろ。行け。全員ヒレムだ。応戦しろ。インフェルノ大火。帝国はエンドアから撤退中だ。反乱軍を押し戻せ。了解コマンダー。やってやる。
ドロイド、敵を止めろ。60% です。シールドのパワーをエンジンに回している状況です。
戦闘機が接近。爆撃機もいる。フォレストを守れ。シールドは使えない。シーバスした。爆撃部隊が突入してくるぞ。でしょうか。よろしい。陛下が亡くなった。ではこれから何を。報復だ、コマンダー。帝国の全力をもって反乱軍をその愚かな信仰もろとも叩き潰してくれ。わかるか。奴らは何を信じている。希望を。そうか。ここにメッセンジャーの訪問を受けた娘のお前に見せたい。ベルシオ提督、シンダー作戦をすぐに開始するのだ。抵抗、反乱、反逆、そのような思い上がった考えは取り除かなければならぬ。お前もまた世の腕の一つとなり、帝国を乱す全てを滅ぼすのだ。そのメッセンジャーがターゲットのもとに導くであろう。シンダー作戦こそ陛下の最後のご命令にして帝国の未来を築く布石である。これにはインフェルノ隊の力が必要になる。そのターゲット、アクセスを却下する。それはまだ知らなくていい。まずは
この任務を任せる。これは特別な任務だ。そして今は特別な時。行けコマンダー、お前の最善を尽くせ。シンダー作戦に備え今度は造船所へ向かうよう命じられた。ハスク、私とお前はドーントレスのために実験衛星を回収し、モフレイスの安全を守る。ミーコ、お前はコルスを。コマンダー、衛星を抑えました。よくやった。モフレイスが提督に作戦の準備完了を報告しました。警戒せよ、反乱軍は本能地域に現れた。どうしますかコマンダー。スターデストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。敵コルベット艦の迎撃に当たれ。すぐに向かいます。エージェントミーコ、反乱軍の船を攻撃しろ。はい、コマンダー、移動開始します。とどめを刺せ。コルベットを片付けた。コマンダーベルシオ、こちらはモフレイス。反乱軍の4砲でドーントレスが行動不能になった。コマンダー、反乱軍の輸送船が多数ドーントレスに向かっています。